こんにちは、花森です。今日は一人暮らしの冷蔵庫の中身をご紹介したいと思います。一人暮らし用の冷蔵庫なので結構サイズは小さめなんですが、カゴを入れてみたり使いやすいように工夫をしたりしているので、そちらも合わせてご紹介できたらなと思います。はい、ではまず一番上の段からご紹介していきます。一番上は調味料系を入れていて、一番左にはこんな感じでマヨネーズとかケチャップとかソース類をまとめて入れています。で、次真ん中はこれも調味料系なんですけど、お味噌とか、これはタイのカレーの素みたいな感じです。あとは韓国料理をよく作るのでコチュジャンとかとろけるチーズもここに入っています。で、次一番右は、私炭酸水がすごく好きでよく飲むので、これは普通に炭酸水ですね、甘くない炭酸水を缶で入れてます。もう少し冷蔵庫に入らない分は違うところに置いてるんですけど、入る分だけ、すぐ飲みたい分だけここに入れてます。あとはお酒とかも入ってます。面白いボックスはすべてセリアで購入したものです。3つ並べると冷蔵庫のサイズにぴったりだったのと、あとここに取っ手がついてるので取り出しやすくてこれにしました。はい、次は真ん中の段です。真ん中の段は一番よく使うものを入れてます。左端に入っているのは以前何回かご紹介した作り置きを並べています。こっちが野田ホーローの入れ物で、こっちが無印良品のタッパーです。だいたい2種類か3種類ぐらいはいつもサラダ系を作り置きしているので、こんな感じで重ねて置いています。次、この右側にはジャムを入れてます。朝食セットみたいな感じで、朝パンを食べるときはもうこっからそのままこうやって出して机に置いてます。ちなみに今よく食べてるジャムはくるみバターというものと、あとリンゴが好きなので青森産の富士リンゴジャムと、みんな大好きヌテラのチョコクリームです。で、他のは白いボックスなのにこれだけ気にしてる理由としては、朝ごはんを食べるときにもうこのままざっと机に出してしまいたいからです。さっきの白いセリアの箱で出してもいいんですけど、なんかもう少し可愛いものがいいなと思ったので、机に出すものは少しこういった木のものにしてます。あとはこの真ん中だけ開けてる理由としては、どうしても一人暮らしなので料理を作ったけれども食べきれなかったっていう時にお料理を入れるように開けています。冷蔵庫が狭いのでできるだけこういう場所にも入れてしまいたいんですけど、ここ使ってしまうとどうしても他の料理とか入れられなくなってしまうので、ここはあえて開けてます。はい、次は一番下の段です。一番下の段は主に野菜を入れています。こっちは根菜類、玉ねぎとかじゃがいも入れていて、で、こっち側には葉っぱ系とかきのことかを入れるようにしてます。小さいのでごちゃごちゃになっちゃう時もあるんですけど、分けといた方が分かりやすいのでできるだけ分けるようにしてます。あとは朝ごはん用のヨーグルトとかチーズを入れていて、で、ここだけ少しスペースが長いので長めのニラとかネギを入れるようにしてます。で、この後ろには豆腐とかも少しスペースが余ってるのでできるだけ入るように入れてます。ちなみにこの茶色い袋はワックスペーパーです。ワックスペーパーはハンバーガーの包み紙とかにも使われてる時もあるんですが、結構丈夫で耐水性もあるのでまとめて購入してます。汚れたら変えたらいいですし、布
とんど破れたりしないので、こうやって野菜を分けたりするときに使ってます。これ入れとくとちょっと高さが出るので、じゃがいもとかこう積んで入れといても全然倒れないので、私は結構好きで使ってます。はい、次は扉の部分ですが、上の部分に卵と、あとこれはこういう小さめの入れ物の中にニンニクを入れてます。ニンニク、こう使いかけだとどうしても野菜室に入れちゃうとどこに行ったかわからなくなるので、小さめのものはこうやってまとめて入れてます。で、次下の部分にはいつも水出しで作っている緑茶と、あとはアイスコーヒーと豆乳、これはニンニクとかからしとか柚子胡椒をまとめて、これもカンカンに入れて保存してます。チューブ系のものは立てて入れないと結構ぐちゃぐちゃになってしまうので、今のところこの方法が一番気に入ってます。はい、次は冷凍庫をご紹介します。冷凍庫も本当にそんなに大きくないんですけど、まずこの上の部分、上の部分にはここは冷凍ご飯を並べてます。これもセリアのトレイです。で、これは私の好きなイケアのシナモンロールです。シナモンロール本当に好きで、いろんなお店食べたんですけど、結局イケアの冷凍のシナモンロールが一番美味しかったので、 IKEA に行くたびにたくさん買って冷凍してます。あとここは製氷機になってます。はい、次下の段は細かいものをタッパーに入れて並べてます。こうやって入れると中に何が入ってるか結構分かりやすいので気に入ってます。入ってるものはこんな感じで、これはひき肉を大体100g ずつぐらいに分けて入れてます。一人暮らしなので200とかにするとちょっと多いので、いつもだいたい100ぐらいで分けて冷凍していて、あとはほうれん草とか、これはブロッコリーですね、スープとかパスタに入れるように冷凍したものをそのままここに入れてます。その他は、これは冷凍のうどんと、これはシーフードミックスですね。で、これもチーズ。チーズ冷凍しとくと結構便利です。これは食パンも1枚ずつラップで包んで、こんな感じで食べきれなさそうな時には冷凍しています。あとはこんな感じのコーンとお酒です。はい、少し短くなってしまいますが、以上で一人暮らしの冷蔵庫の中身のご紹介を終わりたいと思います。皆様ここまでご視聴ありがとうございました。花森でした。